YouTube で出てるゴルフの動画って難しい理論がやっぱりいっぱい出てるでしょ、うん、でも,も YouTube 見るのってさプロは見ないんだからさ、うん、アマチュアの人が見るじ、うん、それ見てそんな難しい理論ってやっていいおすすめはしないねおすすめはしない <laughs> なぜかっていうと、うん、やっぱり単純にレベルが違うから、うん、っていうのと、うん、あとやる内容を練習場で 完成させるまでに何球打つかっていうのはもう違いすぎるから。平井博明のワンアップゴルフ。それ例えばね、A さんがゴルフレベルが7だとします。B さんがゴルフレベル5だとします。って言ったらもちろんゴルフレベル7の A さんの方が上手いじゃない？でもその今言ったゴルフレベルっていうのはもう何も理論を入れないでただ打ってるだけとします。って言った時にじゃあ A さんもも B ささんんん上達ししたいんで何かしらの理論入れます A さんがゴルフレベル7だからそれにそのゴルフ理論7レベルのものを入れるじゃないしたら上達するんだけどもうちょっと上を行きたいからって言って自分のゴルフレベル7よりも上の理論8レベルを入れましたって言ったら一気に4に下がるから4ぐらいに。で B さんが例えばじゃあゴルフレベル5って言ったじゃないでそれをじゃあ 4か5のゴルフ理論のレベルを入れたら全然7とかにいっちゃうから<ー>そうそこで逆転するだから自分のレベルに合ったものを入れてなかったらやっぱり上達はしないよねできもしないこと入れそう崩れるだけ,う,るだけうまくいかなくなってスイング壊れるだけならいいけども体壊しちゃったりとかそういうことはあるし半年とかまあ練習行くペースにもよるけども半年とか1年やってそれが もう絶対的な成功を得られなかったら自分のレベルに合ってないってことだからまだ、うん、そこまで行ってないだそれは見直した方がいいそれ結構あるのよ難しいここととやりすぎててて下手になってるっるそそそうそうそう,そう上達が遅れるし前できてたこともできなくなる可能性っていうか、うんうん、そまあ現実としてあ,あるけどもう相当あるそれは。 でもその見極めって難しくない自分のレベルに合ってんのかってそれはね10分やれば分かる <laughs> 10分同じ動きと同じショット打ってば打てるようになるから合ってれば10分で何球打つかなんだけど、うん、まあでも変な話それぐらい 2,、うん、2 3 0球打って、うん、あできてきたできてきたって言って、うん、じっくりやってね動けて分かってくればできるようになるし、うん、もちろんプロなんかは逆によりいいものを目指してやってるから 例えば長いいい人人で1年かかけてそれをやるとかいう人もいるとうものよ相当な基礎を作って理論の基礎を作ってちゃんとそれを固めてってこう何年間とかかけてもうより崩れない完璧なものにするプロって多くて。 それとこれととこはまた話が別で例えばポッと YouTube 見て自分の持論の解釈でこうやって引っ張ってきてやるのとはもう訳が違うからそれが自分に合ってるかどうかの判断もやってないしてないでやっちゃうようなもんだからそうなってくると合合ううわなないも分かかららずしてやることになっちゃうからプロはその辺の組み立ても全部分かった上で、うん、打ちたい球も決まってて、うん、その取捨選択をして、うん、理論も選んでるから。うん そんなに外れたものれれないってこと入れないいね。もちろん外れる場合もあるんだけど、うん、ほとんどないプロがプロを見てるからけど1年かけてやったからって、うん、必ず成功するわけでもないでしょそう絶対蓋を開けたままできないから完成した時に初めてどうなってるかだから怖いよね怖い怖いだから棒に振っちゃうシーズンがあるあるわけだ だ苦しいシーズンは必ずあるし、意外とやりたいことがあっても、我慢している選手って多くて。うん、複数年シードを取った時に、やる選手が多くて。ああ、そしたら余裕あるから、ね。そう、改造を、そう、そう、する場合もあるんだよね。 それってでもほんと結果として行動に移さないとわからないことだからもうやっぱりトライするる場合がやっっぱ多いていあるよねプロでもさ有名なさシード選手とかでも崩れてるようなイメージしかうまくいってるからあれかあんまりフォーカスされないのか崩れちゃうとこれやったからだよって、うんうん、言われちゃうんだよね。っていうのがあるのかな。うん結構あるな だからマイナーチェンジをしながら、うん、より高いものになってる選手はやっぱりほとんどでフルモデルチェンジするとやっぱりなかなかね成績って伴ってこないっていうか結果ががが出るるのが時間がやっぱかかるよねでも本当にゴルフレベルと理論レベルっていうのが一致してないとやっぱそれなりの結果ってすぐ出ないね。だからプロの中でも2通りいて やっぱり自分の動きたい動きがスってあって言われたことがスってできるものを取り入れた方がいいっていうプロもいればいやじっくり時間をかけなきゃできないことをやらなきゃダメっていう人もいるのよだからそこでも二通りじゃないそうだからどっちが正しいっていうのはないから自分がこうちゃんとドリルをやって完成させたものをコースでやりたいかどうかでもドリルをやるとスイングが崩れちゃいそうっていう方もいてそうするとこう パッとできた方がいいっていう方もいるよね今聞いてて思ったんだけど、うん、プロってさ一発のじゃあそのショットが奇跡みたいなショットを打つための理論じゃなくて、うん、より安定させるためだけにやってそうなイメージだよねそうそれだけだねその振り幅を少なくするっいうか、うんうん、だから本当にミスショットの最低点を上げることしかやらないよねあ、そうだね上を伸ばすんじゃなくて、ね、そう そう100点連発させるショットっていうのはそれだけを狙ってはやらないからもう底上げ底上げだよねいかに平均点を上げるかだからじっくり固めなきゃいけない,いうそうそうそういう部分もあると思う,うじゃあそれをアマチュアがやってもいや難しいと思うよね<え>うん難しいはっきり言って難しいと思うやっぱりね時間がないまずうん、うんうん、それを完成させる時間が、うん、あと球数もそうだし プロはお仕事皆さんがお仕事されてる会社にお仕事行ってる時に球を打てる時間があるから閉店時間ってないけどやっぱり練習場もね閉店時間がほとんどあるじゃない24時間別としてだからそういうのでも球数制限ってかかってくるからあとプロは球打つのはただだけどやっぱりアマチュアの方ってお金を払うじじじゃゃゃななないいい無限そういうのもあるし難しい部分はね出てくるからだから難しいことやんない方がいいんだよね。うん よりシンプルで自分の頭で理解できることをやらなきゃダメやっぱり動きとしてこう形としてこう。自分の頭で理解できなくて、教わらないとわからないこと。っていうのは自己解決できないじゃない。そうすると一人でラウンドした時に修正できないし、せめて自分の打つ球ぐらいは解説できた方がいいよね。<ー>動きと理論取り入れる必要が、そもそもあんのかっていう。あうん、そこだよね。<laughs> 本当に限界が来た時でしか理論を入れてほしくないんでだよねあもうこれ以上やっても変わらないって思った時そう,そうそうそうでも変な話平井を例に出したら申し訳ないんですけどベストスコア61まで出せるんですよ理論を入れなくてだから50代だよね50代を目指すんだったら理論入れた方がいい <laughs> これは冗談としてアンダーパワーは出ますよ 入れなくて,入れなくて全然出る全然出るアンダーパーは全然出るからなんかいな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 いそこをね俺多分永遠のクエスチョンだと思うんだけど俺の中で入れないんだよね <laughs> 入れないんでそうあの入れないでっていう動画 <laughs> 変えたの今変えた そうだからあそうだねレベルに合った理論っていう話だったけどもレベルが上でも入れなくていいんだったらこの動画はなしだねだからじゃあ50目指してる人が見るあそうだそうだ <laughs> そうだそうだ50代 <laughs> 何の50代何の話何の話じゃないみたいなそうねでもまあ変な話現実味の話をさせてもらえば、うん 70代とか80代とか何にも入れない方が出るから難しくなるからゴルフがシンプルにもっと考えた方がよくて本当に上げて下ろしたって当たるってことでそれで飛ばなかったら上げて下ろすスピードを速くするってことでも上げて下ろさないよねみんな今ここのままうやってかせるじゃだから当たらないよねだから当たらないのよ そこがもっとシンプルになってくると上げて下ろした方がいいんだねってなってくるはずなんだよね、うん、この間ねあのトル君とダイモン行ったじゃない、うん、俺その三日後四日後ぐらいに一人でまた行ったのよ、うん、その時にちょっと工房で作業俺がしてたんだけど、うん、したらお客様来てヒル、うん、きレッスンしてるのよクラブを振ってヘッドを動かして振らないと、うん、やっぱボールは飛んでいかないですよねって言ってるわけよそこは 他もっと深い話をしてるんだけどそこだけやっぱ耳に入ってきちゃったわけよ。あカートさんいいこと言ってんなーと思って <laughs> やっぱりこうプロを見てきたキャディさんプロキャディの方とか本質というか、うん、そういうものをちゃんとやっぱり伝えるんだなと思って、うん、なんか嬉しくなっちゃったよね。<ー>うん反対意見っぽいように世の中の YouTube からすると俺の意見はね、うん、あの聞こえちゃうと思うんだけど。うん でもそれをまたひっくり返して元を正せばっていうところにもう一回行き着いてもらいたいんだよね、うん、そっからでも理論を入れるのは全く遅くないから、うん、まずはっていうところ、うん、を理解していただいた方が絶対上達早い、うん、本当にそれは思いますで今回はですね理論が自分のレベルに合ってるかどうかっていう動画から脱線してみました、ええ、毎回ま ワンナップゴルフ基本的脱線が主です最後に徹君とタイトルをもう一回思い出すっていうのが多いんですけども <laughs> そうそう,そう,そうだからそうなんですよいろいろとあの話が膨らんできてですねお伝えしたいことがたくさんあるということでこの辺で動画の、まあ、YouTube の「ワンナップゴルフ」っていうのはゴルフの伝えたいことの1割がやっと終わったかなっていうぐらいだと思いますんでこれからも是非よろしくお願いいたします。 気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこのたびワンナップゴルフのオンラインサロン始めましたセクシーショットありのマルヒ映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします